こんにちは、はい、さゆたかさん、はい、まあ、OB でもある DNA、はい、すいませんちょっと負けました。そうですね、はい、まあね、まあ、新井監督にやられましたすいません、まあ、今シーズンはもう終了というところで、はい、今シーズンちょっと振り返って DNA の戦い方どうでしたか、はい、守りという面でやっぱりしっかりした守りっていうものがね、はい、できなかったのかなっていうのが、まあ、1点あるね、長丁場って確率の高いものからやっぱこう構築していかなきゃいけないのに、まあ、ちょっと守りという面に関してね、いい守りができなかったかなっていう感じと、これはエラー数とか、はい、じゃなくてね、ポジショニングの問題もいろいろあり、肩の問題があったりだとか、まあ、いろんなことを考えると守りにも隙があったのかなっていうような、まあ、そういうことと、はい、あとは走塁、はい、足という面でそんなにこう足を武器とする選手がいないから、これはどうしてもしょうがない、やっぱ長打に頼ってしまうっていうね、ただやっぱ接戦に弱いというね、はい、まあ、そういうことであればね、1点を取る野球、それをどうやっていくのかっていうのはすごく課題だったよね。課題が見つかったという、まあ、ずっと課題なんだけどね。そうですね、それに関してはね、スピードということに関してはね、ですよね、はい、まあ、クライマックスシリーズではね、ちょっと短期決戦でそういう足も使おうっていう風なところは見せてはきてたんですけど、まあ、そうだね。あとは厚さだな、はい、厚さ、うん、やっぱこう本当に日本一になるんだっていうような、はい、こう厚さというものがチーム全体にあったかどうか、はい、それはその選手たちも含めそのベンチでもっていうことですか？まあ、もちろんそうだね、うん、全部ひっくるめてだよ、うん、そのやっぱ厚さ、燃えたぎるような闘志、はい、まあ、そういうものがどうだったのかなっていうね、それは絶対ないことはないんだよ、はい、ただ他と比べるとそれより勝ってたかっていうと、うん、そうでもなかったような気もするけどね。そうですね、うん、ただその一つに今井高さん挙げていたのがやっぱり走塁っていうところなんですけれども、はいはい、DeNA 石井チーフ打撃コーチが来季走塁コーチも兼任が濃厚というところで、これ得点力アップへ走塁改革を進めていくと、うん、まあそうだね、はい、だから上手い選手も中にいたりとかね、はい、でもその選手がレギュラーじゃなかったりだとか、まあ、いろいろするんで、レギュラーのその走塁アップ、はい、それを底上げしなきゃいけないけども、なかなかなスピードという面に関してはね、うん、まだまだちょっと物足りないところがあるから、はい、これをどう改革をしていくのか、うん、特にその終盤だよね、はい、7、8、9で相手もいいピッチャーを7、8、9で使ってくる、うん、その間にどう足を絡めていくか、はい、バッターだけに集中できるんじゃなくて、うん、まあ、いろんなところに気をそらすというか、はい、そういう戦いができると相手に隙が生まれたりだとかさ、うん、することがあるんでね、はい、だからまあそこら辺をやっぱこう考えての走塁というね、うん、まあ、例えば一塁から三塁に取る走塁とかさもうこれはもうセンスなんだよね。センスとスピードとかさ、うん、そうじゃなくてやっぱり1点をどうやって取るかという、まあ、走塁とかね、はい、盗塁とかね、まあ、そういうことがやっぱ課題だよね。いわゆるその仕掛けるっていうこともその一つに入ってくる、まあ、そうだね、まあ、仕掛けるっていうこともあるし、まあ、山積みなんだよ、はい、あのね、広島とね、はい、DeNA を考えた時に、うん、ランナー一塁とか、はい、まあ、そういうところでやっぱね、広島の左バッターっていうのは確実に引っ張ろうとするんだよ、うん、ね、でも DeNA は自由に打ってんだよね。あ、たまたま一、二塁間抜けることはあっても、はい、だからほぼほぼ自由に打ってるという、うん、なんでこの球に手を出すなとか、うん、やっぱり野球はやっぱもっと教えていく方がいいね、はい、厳しく、うん、こうやらなきゃ勝てないんだと、やっぱね、勝つためには打球方向って大事なんだよ、うん、勝つ打球方向ってあるんだやっぱり、はい、だからそういうことも含めて DeNA はやっていかないとダメかなっていうふうには思うけどね、はい、それをね、今までちょっとあんまりやってこなかったっていうのが、まあ、チームの方針だったのか、うん、なんかまあ打ち勝つっていうところに特化してたのか、まあそうだな、うん、まあ一回こう帰った時に、はい、やっぱレベルの低い考えがあって、この打席は選手の打席だって、はい、選手が勝ち取った打席だって言うんだけど、はい、いやいやそうじゃない、ね、金を出してる雇ってる球団の打席だから、だから君がどういうふうな表現をするかによって給料が決まるよっていうことなんだから、うん、
でチームは勝たなきゃいけないし、チームが勝つためにはどっち方向に打っていかなきゃいけないっていう、まあ、自由な時ももちろんあるけども、そういうことなんだよ野球って、結局それができてるチームっていうのが優勝したりだとかさ、強いチームに最終的にはなっていくんだよね、だからそれを伝統としていかないと、やっぱね、いつまで経っても勝てないかなって、俺は思った。DeNA が優勝した時のあのマシンガン打線っていうのをずっと今の時期もまだちょっと引きずってる部分がちょっとあるんですか、チームの特色として。どうなんですかね、伝統的に考え方が甘い、まあ俺も含めてかもわかんないいやだけどなんて言うんだろうな、やっぱ厳しいもんだよ勝つって、だからそこら辺をもう少しシビアに考えた方がいいかなっていう、できないものはできるまでやらすとか、ね、バントにしっかりそうだよ、じゃないと変えられちゃうよっていうような、まあ、そこまでいかないとね、だから選手は出てお金を稼がなきゃいけない、そのためにはできないことがあっちゃ困るんだよ、だからそういうことも含めてやっぱ指導していくというね、まあ、そういうことが大切かなっていうふうに思うのね。そうですね、だから野球の考え方、野球の進め方によって全然変わるから、立証されたでしょ今年の岡田監督で、ね、DeNA も各球団もそうだけど、やっぱ気づかないとダメだな、と俺は思う。そうですね、だから岡田監督は豊さんに実際に話していたのが、今の選手は本当によく聞いてくるし、そうだったんだっていうふうにすごくこう発見があるっていうことは、今までそういう教えをされてなかったから分からなかったっていう部分も自由にされてたんだよ、多分あるんでしょうね、でもね、自由だ勝てない、よっぽど能力が全員揃ってるっていうんだったら勝てるかも分からないけども、そうじゃない、各球団とも、だから広島の野球っていうのはやっぱ3連覇の時があったりだとか、近くにね、それなりに野球をしっかりみんなが頭に入れてやってると、DeNA もやってるんだよ頭に入れて、でもそれを超えたもっと違う野球をやっぱ勉強していかなきゃいけないのかなっていうふうには俺は思ったけどね。そうですね、まあ、そういう意味もやっぱり含めての石井さんの盗塁コーチ兼任っていうことで、大変だよな、走塁コーチって。そうなんですね、いやいや、やっぱ走塁で勝てるもん、で少年野球で行ったらまず言うことは走塁だけで、ね、少年野球は勝てるから、だから走塁っていうことに対して意識をもっと置きなさい、まあ、とにかく打つとか、ね、ホームラン打つとか、なんか見よう見まねでこんなことやってるけど、いやそれも大事だよって、ね、真似から入るっていうことは大事だけども、やっぱね、ひとたび塁に出て走塁だけで絶対勝てるからって、少年野球とか、そういうものっていうのは、まあ、高校野球でもそうだよね、一つの走塁が勝利を呼び込むっていうのは、まあ、ものすごく大きいことだから、だからそこら辺はやっぱこう拓郎がどう教えていくか、まあ、楽しみだけどね。そうですね、一方ですけれども、今季契約が最終年のソトとエスコバーの去就が今どうなるか、対談になるのか、それとも延長になるのかっていうところも今話題になっています、これはソトな、ソト、エスコバーという2外国人、これどうですか、ソト選手は。ソトはね、確かにいたら怖いよ、ホームランバッターだし、ホームランを取ったこともあるしね、ただやっぱこう年々力が落ちてるというか、まあ、そういうところは感じるんだよね、だから契約を延長してあと1年残ってくれっていうふうに言ったとしても、あの成績ではさ、ちょっと困るな、物足りないって、物足りないな、でエスコバっていうのは、俺は金属疲労みたいな、故障はしないまでもなんか投げ続けてきてるからさ、同じポジションで今年の場合は疲れかなっていうような同情はあるんだよね、だからエスコバーは俺はまだまだ使えると思う。じゃあ DeNA が引き止める可能性も十分にあるっていう。そうだな、あの球威っていうのは魅力だし、あの変則っていうのは1枚いるだけで他球団って嫌だろうし、だから俺はエスコバーっていうのは戦力に十分なると思う。逆にじゃあエスコバー投手がもう今季いっぱいですって言って抜けちゃったら、やっぱり DeNA の後ろっていうのはまあ大変だよね、心持たなくなってきちゃうっていう。そうだな、はい、あれだろ、また他球団だろいやエスコバーはどっか取るところあると思うよ。いやありますよね、あるある、欲しいですよ、ね、男は黙って投げるだけって、もう黙って投げてくれるんだから本当ですよね、いや本当本当、このぐらい頼もしい男っていうのは、なかなか、あのね、
リリーフって大変なんだよ、やっぱり作ったり準備したり、切り抜けたらいいよ買えないよとか言われると、うん、またこうテンション下げて、はい、また行くかもわからんからちょっと準備してくれたらまたグーンと上げて、うん、大変だよ、うん、それをずっとエスコバでやってんだから、はい、それは疲れがある年もあるよね。そうですよね、うん、だから外国人だからとかじゃなくて、はい、疲れちゃうよ、うん、いやだからこれ環境変えたらできると思う、はい、またリフレッシュしてっていう、うん、変えなくてももう一度やってくれっていうふうにやったら、うん、よし来年はみたいな、うん、やってくれると俺はエスコバは思うけどね。そうですよね、うん、まあ、両方ともね、ソト選手も、まあ、エスコバ選手も DeNA の今なんか顔というか、まあそうだね、外国人の。ただね、ソトはね、横浜スタジアムも本拠地としてて、はい、ホームラン数が足りないよね、狭いのに、うんうん、だからここら辺は力が落ちたのか、はい、それともずっと状態が上がらないのか、はい、っていうことなのかなっていうふうには思うけどね。ファンの方はね、どうなるのかっていう去就がすごく気になると思うんですけれども、うん、あと、まあ、ワインデルケン投手は来シーズンも残留が濃厚なことが分かったということで、まあね、はいはい、あとは3年契約の3年目のオースティンはまだ来季もいるというところで、はい、いるのが一番出てねえじゃないか、多分来シーズンはバリバリ出てると思います。3年目だから、まあそういう計算でいくと外はちょっと弾かれるかなっていう感じはするよね。そうですね、まあ、最終年だからねまあ、ある程度やるよね。やりますね、痛いとは言わない、想像とすればね、はい、やってくれればいいけどな。そうですね、これで本当もういいよ、もう出ない、出ないだけ、お金だけもらって、そんなんお前中で訴えられないのかね本当にそうですね、なんか不利口でそうだな確かに、いやだから、うん、まあね、来年はオースティンがやるとしたら、はい、外は弾かれても仕方ないかなとは思うね。そうですね、うん、まあね、ちょっと来年楽しみな部分とちょっと去就が気になる部分と、まあそうだね、はい、両側面の DeNA の今日は話だったんですけれども、はいはい、まあまだまだね、バウアー投手の去就とか、バウアーなあ、バウアーどうすんだお前でもその今永も抜けちゃうわけでしょ、あの可能性とすれば、ね、はい、あるので、変だな、ちょっと DeNA 来シーズン、ね、ちょっと厳しい戦いになるかもしれないですけれども、いやでも選手では戦わないから、チームで戦う、はい、はい。